おう、待ったぞ。ここで何を？知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑ってるんじゃ、猿。探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前がこの子か。ようやく見つけたぞ。俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。城なんて一から建てなら、
油断さえしなければ。己の身に慈しみを欲するならば近場の社を詣でるがよい。神の仏も守っちゃくれねえ。自分で何とかしねえと。お前の相手は俺だ。逃がさん。技の終わりにて構えを整え、斬新に攻めれば威力は瞬時に充実する。殺されてたまるか。獲物の扱いは心得ている。静かにしとくれ。
隠れてるのに見つかっちまうよ。せいぜい油断しとれ、脳天から貫いてやるわ。来た気を斬新にて満たせば気は共鳴し常世を打ち払わぬ。Hit! Hit! Ha!
Thank you.
あやかしの邪悪なる技、汝の身に宿りし、あやかしの力により天地を砕く。すなわち、あやかしの気はない。汝の本当の放棄とならば。猫か？今どれ付き合ってやる。
やかしの操る気、人の断りから外れたるものと知るべし。何時神妖の技にて気の器をかけさせよ。さすればその気、枯らすことあたわ。
いな。この礼はきっちり返す。
見ろ、あれは温泉じゃねえか。堂々と男の湯に入ってくれた。なんと豪快なやつだ。気に入った。砦を直すのにうってつけのやつがいたんだ。